いなぁ、どうしようこれ。え、もう大丈夫なんですか？大丈夫なんですか？こんな楽に聞くことじゃないですけど。全然大丈夫じゃない、全然大丈夫じゃない。結構大変だなぁ。本当ですね、すごい。もうリアルなね、リアルもう分かりやすくうなだれましたね、本当に。YouTube の生配信なんかやってる場合じゃねえよ。頑張ってください。いや、今回ね、なんか気づいたらすごいことになっちゃってて。すっげえ汗かくんだよな、あの子。めちゃくちゃいいじゃないですか、ね、LINE は交換したのしてないよ。今だね、うん、なんかこう、もうちょい何かあれば交換できるかもしれないっていう。嘘。でもほら忙しいから、 IMP の子たちもみんな。そうですね、ケンさんもそうですね、忙しいいますね。いつだっけ IMP 初日。13、もうすぐじゃん。もう、うわ、やば、やば。そんなこと言ってたら自分の番がやってくる。 やべえ、 YouTube の生配信なんかやってる場合じゃねえよ。そうっすよ、ケンさん。だってもう16日来たら、みんなのやってる場合じゃねえよ。練習しろよお前。すぐ後でもケンさん何やってんだよ、こんな生配信なんかやってる場合じゃねえぞ。練習しろお前、今こんなのやってる場合じゃねえだろ。練習しろ一刻も早く。そう、でも本当今回はどうなんですか、ケンさん。大丈夫なんですか。やばいやばいやばい。単純に考えてみ。単純に何を考えれば。いや、前回6曲だったじゃん。そうっすね、倍になってる。いや、倍以上だ、14曲。本当だ、本当だって言うとあれですけど、うん、だから、そうだよ。その歌も練習しないといけないし、歌も踊りもダンスもそうっすよね。やばいなぁ、どうしようこれ。え、もう大丈夫なんすか。大丈夫なんすか。こんな楽に聞くことじゃないですけど。全然大丈夫じゃない、全然大丈夫じゃない。本当っすね、ちょっとなんかやばいな。なんかふわ、 IMP が6月13日が初日だって、初日っていうか本番だって聞いたら急に不安になってきちゃった。やべ、俺もすぐ来ちゃうじゃん。いや、そうっすよ、もうすぐ来ますよ。やばくない。立ってくれたら大丈夫ってコメントありますよ。いや、それで本当に許してくれんだったらいいけど、それで後でお金返してとか言わないでよ。可能性はありますね、うん、いや、やばいな。本当だ、ダンスも練習しない。ちょっとやね、本当頑張ってください。いや、今回ね、なんか気づいたらすごいことになっちゃってて。ほう、大丈夫、ネタバレじゃないですか。大丈夫ですか。結構踊ってんだよね。あー、うん、なるほどっすね。そんな踊るつもりなかったの。はいはいはい、初め気づいたらめっちゃ踊っててさ。はい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 、はい、うん、まだ通してないから分かんないけど、俺これできる自信ないな。っていうぐらい踊ってるんだよ。マジっすか、うん、結構踊ってる。もう終わる頃にはもうケンさんもすごい、もうはぁって、もう結構ヘトヘトになってるぐらいの。うん、なんかね、いや困るじゃん、なんかあのコンサートやってさ、はい、ちょっとあんま踊んなくてさ、はい、ちょっと割とえ、これバラードじゃないんですけど、めっちゃ四つ打ちなんですけど、はい、棒立ちなんですけどみたいな感じになっちゃってさ。あります、四つ打ちの盛り上がる曲やのにね、ケンさん直立不動とかになったらね。そうなんだよってなったらもうさ、お金返して私のみたいなさ感じになっちゃうかもしれないじゃん。まあ、お金返してはいかないにしても、あれなんか全然動きないなみたいな、もしかしたらね。X に書かれるかもしれないですね。いやー、結構ね、結構大変だな。本当ですね、すごい。もうリアルなね、リアルもう分かりやすくうなだれましたね、本当に。字に書いてるようにうなだれた。いやいや、結構ねやばいかも。え、ケンさん、もうその進捗のパーセンテージ言うとどれぐらいなんですか。その 100% 完成としたら本当にもう完璧。全然全然まだ10。え、もう、え、あと何日かちょっと数えましょうか。数えてくんない。俺そういうスケジュール管理めっちゃ下手なんだよね。2週間。あ、もうね、15日経ったら、あと15日しかないの。はい、15日ですよね。やば、どうしよう。15日、あれか、16回寝たらもう当日です。え、あと16回寝たら当日。16回寝たら当日っすよ、ケンさん。嘘でしょ、やば。俺しゃしゃ急に急にやばい。もうなんかやばいな。
やばい、俺がこんなことやってる合間もダンサーのみんなは練習してるかもしれない。